聞こえましたでしょうか、ありがとうございます。次の曲はメキシコ民謡から陽気に歌えばという曲です。歌詞の中に出てきますチャパネカスという歌詞がありますけども、チャパネカスとはチャパス地方の娘さんという意味だそうです。ではお聴きください。ありがとうございました。にやかな曲の後は、高島みゆきが作りました。
時代を聞いていただきます。この編曲者の林博之さんという方が評価出ますが、林さんは元鈴鹿高声楽団のメンバーです。で今日は特別にピアノを弾いてくださいます。なお、その辻美幸が取りますので楽しんでください。どうぞください。素晴らしいソロでしたね。さて最後の小グループのアンサンブルになります、皆さん黒い衣装を着ていらっしゃいますけども、夜の歌という曲です、とても優しいさ、この詩の内容の曲です。味わって聴いてください。